教務職員は国立大学の職種の一つであり、助手の会職員として各大学の裁量で採用されていた職種を指す。職員の分類上は教育職員に属し、職務内容は教員に準じるが、運用上は議官と同じ扱いを受けていた。教務職員とは戦前の復讐の流れを組む職種である。なお、 国立大学法人化の行政改革と法改正に伴い、教務職員制度は法的に廃止となった。現在は、各法人大学の内規でのみ教務職員が存在する可能性がある。以下に、法の中の位置づけと法改正による流れを解説する。学校教育法の第92条では、大学には、学長、教授、准教授、 助教、助手及び、事務職員を置かなければならない。大学には、全校のほか副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。と規定されているが、教務職員に関しては、以前から規定はなかった。一方、国立学校設置法施行規則では、その第一章第一節第一条に、国立大学及び、 国立短期大学の職員の種類として、学長、教授、助教授、講師、助手、事務職員、技術職員、教務職員と規定されている。この施行規則が、教務職員制度の根拠であった。なお、施行規則では、教務職員の職務内容を、教授研究の補助その他教務に関する職務に従事するとしている。しかし、 平成16年4月1日の国立大学法人の設立に伴って国立学校設置法施行規則が廃止されると大学に教務職員を置く法的根拠はなくなった。ありがとうございます。